著書メムワーズポア・サービア・アリスト・アール・デ・アンセクトの図版、蝶の生活史、ルネ・アントワー・ヌ・フェル・ショード・レオミュールは、フランスのラローシェル出身の科学者。水の凝固点を例取りとし、この温度基準点から、アルコールの体積増加に応じて一度ずつ値を、加える、温度単位、レオミュールドの考案者として知られる。また、昆虫学者としての活躍により、全六感からなる体調、 昆虫史の作者として世界的に知られる。ボワチエのイエズス会の学校で学び、ブールジュで法律と数学を学んだ。はじめは法律を専門的に学んでいたが、1703年にパリに出て自然科学に影響を受け、数学と物理の勉強を続けた。1708年には24歳の時にフランス科学アカデミーの会員に選ばれた。はじめ、 数学特に機化学に取り組んだが、1710年頃から実用的な工業の分野に取り組んだ。1731年に温度計に興味を持ち、水の凝固点と沸点の間を80等分するレオミュール旅メモリを発明した。鉄と鋼の精錬法を考案した業績などもあるが、現在有名なのは昆虫史録館の著者としてである。実験の中で有名なものとして、 鷹に肉片や穀物を詰めた金属製の筒を飲み込ませ、胃液が機械的消化または科学的消化が行われるかを調べたものがある。また、スズメバチの巣楽器でできていることに気づき、木材パルプを使った紙を開発する原点ともなった。真珠の生成の発見者としても知られた。ありがとうございます。